プロデューサーの皆様、こんにちは。Bレジェンド、福田です。大変お待たせいたしました。アイドルマスター、サイド M とのコラボレーション、紹介していきたいと思います。中にはね、アイドルマスターサイド M って何ぞやって思ってる方がおられるかもしれません。その方に簡単に説明させていただくと、バンダイナムコさんから配信されているアイドル育成ゲームになります。プレイヤーの方が、最高プロダクションのプロデューサーとして、その方をプロデュースしていく、育成型のねゲームですよね。そのね49人の方はね、さまざまなね経歴を持っている方がいて、元ね弁護士であったり、元教師、消防士とか自衛官とかで、さまざまなね経歴を持っている方たちをプロデュースして育てていくゲーム、そちらがねアイドルマスターサイド M になります。本当にね数多くのねファンを持っている人気ゲームでして、今回満を持してね、そちらとのコラボレーションという形になります。その中でもね人気のメンバーですね、フレームのね3名とのコラボレーションとなっております。フレームは公務員ユニットになっておりまして、こちら信玄誠二さん、こちら元ね自衛官の方ですね。こちらと悪の秀夫さん、こちら警察官の方ですね。で最後に木村龍さん、こちらね消防士の、こちら3名のね元公務員ユニットとなっております。で今回ねこちらのね3名の方にこちら3フレーバーをプロデュースしていただきました。今回ねフレームのねイメージカラー緑ですね、こちらをねテーマにプロテインフレーバー開発して、数十種類ねフレーバーの中からメンバーの皆さんとこちらのね3フレーバーを選んだ形になります。それではねこちらフレームのね3人と開発したそれぞれのねフレーバー3種類飲んでいきたいと思います。それではまず信玄誠二さんにプロデュースしていただいた勇敢なるキウイ風味、こちらのねフレーバー早速ちょっと飲んでいきたいと思います。で先ほどからねチラチラ映ってて気になっていただいていたプロデューサーの皆様おられるかと思いますが、こちらですね、新しくなったねシェーカーとサイド M とのコラボレーション限定シェーカーですね。前の方に最高ジム、裏面にはフレームとのねマークがね入ってる限定のねシェーカーが完成しております。フレームのねイメージカラー緑、かっこいいですね、ロゴもね。このねシェーカーを使ってちょっと早速飲んでいきたいと思います。でこちらねお試しパックの方には切り取り線がついてるんで、ハサミもいらずにカットできるんですけど、ちょっとねこのままカットしちゃうと信玄誠二さんの頭が切れてしまう恐れがありますんで、今回はちょっとハサミでね切らしていただきます。やっぱりね尊いので切れないようにちょっとカットしていきます。よし、めっちゃキウイの匂いがしますね。いい香りですね。お、綺麗な緑色に染まりましたね。もうシェーカーのねカラーと相まってめちゃくちゃ綺麗ですね。優しくシェイクしただけでね綺麗に溶けましたね。泡立ちもねダマもほとんどありません。それではちょっとプロデューサーの皆様、お先に信玄誠二さんがプロデュースした勇敢なるキウイ風味いただきます。うっ、酸っぱい匂い酸っぱ、あの匂いだけで唾が出るぐらい酸っぱいですね。いただきます。うまい。うわ、後味がめっちゃキウイですね。酸味がね効いてて非常に美味しいですね。あ、本当にうまい。これ3つ飲むから全部飲まなくてもいいよって言われてるんですけど、うまいんで全部飲んじゃいますね。これ正直あの何に近いかって言われたら、キウイジュースとかね あったりすると思うんですけど、ほんとそれに近い。ほのかにね牛乳感もミルク感もあると思うんですけど、僕個人としてはもうほとんど感じなかった。本当にねさっぱりとしたジュースのような仕上がりになっております。さすがですね信玄誠二さんのプロデュース力、非常に美味しいございました。次に行きましょう。それでは悪の秀夫さんがプロデュースしているメロンクリームイズピースフル風味飲んでいきたいと思います。こちらもね同様に切り取り線でカットしちゃうと悪のさんの頭に切れ目が入っちゃうんで、ちょっとハサミで綺麗にカットさせていただきます。お、メロンおっと、こっちもね綺麗なグリーンに色づきましたね。しょ、綺麗に
シェイクできました。泡立ちもね、ダマもね、ほとんどありませんね。お、まんまクリームの乗ったメロンソーダの匂いですね。見事にね、クリームの感じもね、香りで再現できてます。非常に美味しそうですね。それでは悪野さんがプロデュースしたメロンイズピースフル風味、いただきます。美味しい。これはもうあれですね、喫茶店とかでメロンソーダの上にバニラアイス乗ってるやつあるじゃないですか。あれがね、ちょっといい感じでバニラアイスがね溶けてメロンソーダとね絡んできたぐらいのね感じの味ですね。絶妙にうまいです。うん、美味しいですね。キウイ風味がねさっぱり系だとしたら、メロンソーダはほのかにちょっと甘い系に入るのかなっていう感じです。癖がなくてね、飲みやすいですね。うちの商品って結構あの炭酸があるプロテインあったりするんですけど、メロンクリームのフレーバーに関しては炭酸は入っておりません。そこだけねちょっとご注意ください。それでは最後ですね、フレームメンバーの最年少木村龍さんがプロデュースした最高マスカット風味ですね。こちらをね飲んでいきたいと思います。こちらもね切り取り線ついてるんですけど、カットしちゃうとね木村さんのね頭が切れちゃうんで、ちょっとハサミでね丁寧にカットしていきます。めっちゃマスカット、泡立ちもね、ダマもほとんどありません。綺麗にシェイクできました。うわ、むちゃくちゃマスカットの匂いがします。個人的にマスカットめちゃくちゃ好きなんで、これは期待値でかいですね。それではちょっといただきます。うまい。さっぱりしてますね。うわ、後味がめちゃくちゃマスカットですね。これもすごいですね。結構ミルク感があるマスカットなのかなと思ってたんですけど、本当にあのマスカットジュースみたいにさっぱりしてて、ミルク感がねほとんどない感じですね。美味しいですね。3フレーバーともものすごく完成度が高くて、どれも1キロ販売にしたいフレーバーですね。ただ今回ね、ちょっとこの中から1キロパッケージで販売できるフレーバーが1つとなっております。で、自分もね今飲んでみたんですけど、本当にどれも完成度が高くて悩みます。実際にこのねフレームの3名もどれにしたらいいかっていう形で悩んでいる状態になります。そこでですね、プロデューサーの皆様にこちらね3フレーバー実際に飲んでいただいて、プロデューサーの皆さんに投票で1キロ販売をするプロテインを決めていただきたいと思います。そちらのね投票方法なんですけれども、プロテインのね3フレーバーセットを買っていただきますと、シリアルナンバーがね記載された投票用紙が一緒に同梱されます。で、そちらのねシリアルナンバーを持って専用のね商品ページに行っていただいて、そちらの方にシリアルナンバーを入力していただいて、どれをね1キロ販売したらいいかっていう形でどれかにね投票していただければと思います。それが信玄誠司さんのキウイ風味なのか、悪野秀夫さんのこちらメロンクリームイズピースフル風味なのか、リュウさんの最高マスカット風味なのか、それはねプロデューサーの皆様がぜひ決めていただければと思います。こちらね投票期間がね3月14日までっていう形になっております。それ以降に弊社のね SNS なんかでどのね商品が1位を獲得したかっていう発表をねさせていただきますんで、ぜひね弊社の SNS フォローして発表をお待ちいただければと思います。さすがね最高プロダクション所属するねフレームがねプロデュースするプロテインですね。どのフレーバーも最高です。商品ページにともね、詳細につきましては、こちらね、動画のね、概要欄に貼り付けておきますんで、ぜひそちらから商品ページに飛んで、内容をご覧いただければと思います。それではね、ぜひフレームのメンバーがそれぞれプロデュースしたプロテインフレーバー、どれをね、1位にするか、プロデューサーのね、皆様がご判断いただければと思います。それでは、また次のね、動画でお会いいたしましょう。さよなら。